今回は鹿児島有機生産組合という10人の生産者から始まり300人の消費者とともに提携運動で始まったその取り組みが直営農場で新しい研修生を育てたり地球畑という店舗ができどんどん変革していきながらオーガニックフェスタ鹿児島っていう大きな取り組みの中で県も後押ししオーガニックっていう一つの言葉で人が集まって楽しむような場所ができたという素晴らしい事例をですねどうやったらいろんな地域でできるかなっていうことをそれぞれ関わってきた中心的な人物に話を聞いて、皆さんにお伝えしていきたいなと思います。ではこれから、鹿児島有機生産者組合の、代表である、大和田義人さんから、今までのいきさつ成り立ち、をお聞きしたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今ここにですね鹿児島有機生産者組合30周年と書いてあるんですがこれが平成26年ということはもう今35年経ったっていうことでよろしいんですかね。そうですね1984年のスタートですから、36年目ですかね。はい、その設立するその有機生産者組合を作るに至って、うん、初めはそのどんな形で生産者組合っていうのを立ち上げていったんですか。まあ私が30歳の時に、就農したわけですね。そして就農した時は、自分で野菜を作って鶏飼って、うん、でできた卵やら野菜やらを自分で、配達して回ってたと。で他の生産者もそういうことをしていてそして、なったらもう一緒に従いいいんじゃないかというので、うん、生産者が集まって。その何ですか提携の組織というのを作ったんですね。生産者と消費者の提携の組織それで、セット野菜 を配達するという取り組み提携の組織も最初のうちはですね、少しずつメンバー増えていくわけですよ、20件30件50件100件でこれが3年ぐらい経って、300件ぐらいになったところで、頭打ちになるんですね、会員が。入ってはくるけどみんな辞めていく人も出てくる。でその、辞める理由っていうのはいろいろあるんですがその要はこう仕組みとしては、生産者が作ったものをできたものをお届けします、何が届くか分かりません、でもお金はちゃんと月々6,000円払ってくださいと、で週2回届きますという感じだったわけですよ。だからその最初はみんな有機野菜だってこうありがたがっていても、夏になるとそれこそニガウリとヘチマとかぼちゃとみたいなのがずっと続くし売りばっかりが続くし、はい、冬になると大根と人参とほうれん草と同じようなものがずっと続くじゃないですか、旬の野菜 ね、そんなにバラエティよく冬にキュウリとかトマトとか言われてもそんなのないし、そういう中で消費者の方も、やっぱりこれじゃ大変だとか、もっといろいろ食べたいと夫が言うので会を辞めますみたいなとかですね。それとだんだん
みんなもこううまくできるようになってくると豊作になっていくわけですよ。そうするとたくさんできるもんだから、ナスを10本ずつこう入れてやったりとか、大根3本ずつ入れてやったりとかセット野菜に入れてやるわけよ。なるほど。そうするとこっちはできたから食べてもらえばいいじゃんと思ってこう入れてやるんだけど、消費者にとってみればこんな来たって食べられないよという話ですよね。悪循環ですよね。すごいいい取り組みをしていると思いきや、消費者の心理としてはそんなにたくさんいらないよと。そうそう、うん、だから結局それで、その一方で、我々毎月1回集まって生産者としてのその勉強会みたいなのをしてたわけですよね。そうするとその勉強会に参加する人がこう、1人2人新しい人たちが増えてくる、うん、そうするとその人も会員になって出荷したいというふうなことになってくるわけですけど、1人会員が増えたら、生産者が増えたらですね、もうそれこそ50件か100件ぐらい消費者を増やさんといかんわけでしょ、うんうんうんね、300世帯に大根1本ずつ入れたら300本で終わりなわけだから、はい、そうですね300世帯ぐらいではなかなか、難しいわけで、でそこで一つの、ま、壁みたいな、提携の壁みたいなのがあったんですよね。でそれを、まあ、どうするかっていうことで考えた時に、鹿児島だけでやってたらなかなか広がらないよねっていうところから発想を変えて、その県外にも有機野菜欲しい人たちがいるんじゃないかと、そういうところにアプローチしていこうじゃないか、うん、というので、提携の組織とは別にその、生産者組合、生産者だけの組合で、これで、余剰分を県外の方に販売していこうというところで組合ができた。で組合は生産者だけの組織、提携は消費者も入った組織ですよね、うん、それもなんかもっともな話で、やっぱり農家がまずやっていくためには農家の発想ですよね、うん、どうにかするために余剰分もしっかり売る組織を一つ僕らで別個作ろうと。そうそう、うんうん、それがまあ組合の始まりで、そして、まあ私も自分でね生産をしつつ、はい、その県外の共同購入グループとか、生協さんとかいうところと、うん、まあコンタクトを取って、うん、そこに野菜なり果物なりを出荷するという、まあ、活動がスタートしたっていうのが36年前、うん、それが組合ができた時の経緯です、はいはいはい、その前提携でどれぐらい、じゃあ組合その、ま、前だと何年ぐらいやって、その4年間、はい、そんなことからじゃあ始まって、同じようにやってる方々と一緒に組合を立ち上げて、あ、まずは提携運動というか提携の団体を一緒にやって、でそれ以外に、生産物の余剰分は売るということで始めた時に、それどうなんですか、初めから結構うまくいったんですか。初めからうまくいった、あのうまくいったんでしょうね嫌なことはどんどん忘れていくタイプですね。で、あの実際ですね、この鹿児島有機生産組合が、どん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 こう人が増えていって、今実際、35年迎えて何名ぐらい生産者の方はいらっしゃるんですか。今 県内全域で162校ですかね。162、それはもうあの野菜だけじゃなくて他の、はい、果樹の人もいますし、お茶専業の人もいますし、はい、畜産やってる人もいますし、豚を飼ったりね、鶏飼ったりしてる人もいますし、もろもろ含めて162個。もうそれだけあったら、でも本当普通に食べ物が大体はもう魚以外は揃うという。
まあそうですね。ですよね。調味料と魚以外は大体揃うと。はい、はい、はい。鹿児島有機生産組合の元霧島支部長の市川さんにお話を伺いしたいと思います。もともとここに住まれた方じゃないということとか、はい、少し情報をいただいてるんですけれども、その中で、市川さんが今に至るまでどのような経緯でこの農業をこの鹿児島で始めたのかということをちょっとお聞きしたいなと。21の時に卵の会というところに茨城のスタッフになりました。そこを出て独立してですね、同じ八里というところの、4、5キロ離れたところに独立して一人で始めました。30代5、6の時に、うちの嫁さんと出会ってですね、で向こうでは、まあ、頑張っても土地を自分の土地をね借りてる限りいつか出ないいけないとかね、最低住むところは10枚の土地で安定したいという思いもあったから、それで鹿児島なら頑張ればなんとかなるかなということも含めて。ここはですね、市川さんの畑なんですけれども、もともとそのお借りした時一番初めに、はい、まあ、お買い上げになった時に、はい、どういう状態だったんですか。ここはそこの隣の山とそっくりですね。ここ全部じゃあ木があったってことですか。杉林がですね20年30年の木があってですね、周辺部は結構太い木があったりしてですね、で自分でこう購入する決心したんですけどね、どうなっちゃうのかね、やったこともないしね、開墾とかね今時というかね、はい、でもう不安もあったけど、まあ予算が限られた中でいろいろ協力してくれ、だからいろんな地元の人の協力があってここはですよね。ちなみに労働力は奥様とお二人でされていて、はいはい、面積っていうのはどれぐらいやってらっしゃるんですか。1兆2単ですかね。で多品目っていうと具体的に何十品目ぐらいなんですか、年間で。30ぐらい食べるね、ナスピーマン、キュウリとかですよね、ネギとかやれば30ぐらいかな、40ぐらいかな。まあ自分が作る喜びじゃないですけどね、あと毎週同じでもね飽きるだろうなと思ってね、いろいろ作るんですけど、ね、なかなか大変なんだけども、だからそこはもう気力と体力じゃないけど興味本位というかですね、はい、体はきついけどね、苦にならないって言ったら言い過ぎかな。いくら時間があってもね、やりたいことやらなくちゃないことが山ほどあるとね、こう言われてやる仕事じゃないからね、お金のためもあるけど、お金じゃなくてですね、別にほらさっき言った価値観とかね、作る喜びとかね、そういう知らないことを知る喜びとかね、食べる喜びとか、うん、そういうのがあるからですね。今村さんはですね、鹿児島有機生産組合のリーダー的な存在であり、アイラの地域の支部長をされている方で、オーガニックフェスタの方でも中心的な役割を担っているというふうに伺ってます。このあたりについて今回は詳しく話を聞いてみたいなと思います。今回よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初に今村さん自身のことについてちょっとお伺いしたいなと思うんですけども、今、就農してから何年ぐらい？もう40年経ちますね。40年の間はずっとオーガニックというか有機でされてるんですか？有機を始めたのは、まあうん、もうちょっとしてからで、実質的にはもう、まあ、40年近くなるんですけど、それぐらいになりますね、初めてから。なんかその有機に切り替えられるきっかけみたいなのってあったんですか？まあ私の場合は紹介ですね。有機依存みたいな。有機をやってた人が宅配やってて、その宅配、まあ鹿児島有機の前身になるんだけど、そこが物が足りないから有機をしてくれないか。鹿児島有機生産組合っていうのはその後にですね、その紹介された方と立ち上げられたみたいな感じなんですか？その人もそうですね。そういう感じなんですね。当時始められた時は何人ぐらいで立ち上がった組織になるんですか？7人だったかな、8人だったかな。だからそんなにたくさんはいなかったんですよね。有機をやってる人も当然だし、有機っていう言葉もなかったですから。そう、もう多分30年以上前の話かなと思うんですけども、その当時のその有機農産物とか有機農業のイメージってまだ世間的にはそんなに
よく思われてないというか、ちょっと風当たりが強かったかなと思うんですけど、あの面と、ね、向かって言う人はいなかったけど、はい、まあ、あの他の人散々こういろいろ言われてたらしいです、ね、まあ、うちの親なんかもやっぱりかなりこうね、今までなかったあのことをするわけだから、あのやっぱり相当心配してしたみたいですね。周りの農家さんとかはもう普通の、まあ、ここはね、米が主体ですからね。あ、うん、あ、じゃあその品目に被りがあまりなかったから、うん、そんなにきつくは言われなかった、うん、でもまあお袋があのプリンスメロンとかあのね、ああいうのちょこっと絹さえとかいうのを作ってましたから、うん、それも普通の作り方ですね。だからある程度はその知識としてはあったっていう感じ、ね、まあ、それで有機をするっていうのはまあ、うん、そういう感じで入っていったのを紹介されて、そうやって入っていったって感じ。そっからその有機栽培をされていく時のやっぱりその苦労というか、まあ、苦労っていう表現は違うかもしれないんですけど、うんうん、栽培上難しい部分ってやっぱりあるのかなと思うんですけど、その辺で失敗してこなかったみたいな。あ、まあ、それはねよく聞かれるんだけど、はい、あんまりなかったですね。あ、そうですか、ええ、そこはやっぱり腕が、いやいや違いますよいや何にも分からなかったから、はい、あのね、それでもう種まいて、あの植えて、あのできるまでほっとくような感じで、ほら、あ、できたって感じ。へ、ええ、まあできない時もありましたよ、ね。あ、ええ、うん、今村さん自身ちなみにどういったものを作られてるんですか？ね、最近はすごく少なくなったんだけど、でも40〜50種類は作ってますね。あ、うん、前は80とかもう100とか。へ、最近はちょっとこうね少なくなってますね。 あれもこれも作りたいんだけどなかなか、はい、まあ、全体としてはどれぐらいの規模でされてるんですか？今ね、相対的にはね、13兆部あります。13兆部、ええ、13兆部のうちの一部がこういうハウス。そうです、有機でしているのはあの4兆部で、ここのハウスはもう ここにあるだけなんです。品目の他に品種っていう切り口もあると思うんですけど、その今村さんならではの品種のこだわりみたいなのってあったりしますか？あ、ですね、そういうものは自分で種取ってますね。まあ、最近はもうオクラが一番あれなんだけど、何十年で取ってますけど、あの丸いオクラとか、あれはもうずっと。ただ普通の今のあの売ってる格のオクラはちょっともう F1 だから、あのいいのが出ませんね。丸オクラはね、もう何十年って作ってきて、あのいい自分のところで仕上がってるって感じですね。で粘りも強いし、もともとあったその島オクラみたいなものと、そうですそうです、少し系統がずっとこう取り続けて、今村オクラみたいな感じで。そうそうなんですね、うん、多分ここのあの気候に合ったっていう感じになってきたのかなと。あ、なるほど、うん、鹿児島の中で有機生産組合、うん、だいぶ大きい、全国的に見てもすごく大きな組織だと思うんですけども、うん、ね、あの今後もやっぱりもっともっと大きくなっていくとは思うんですけども、その時に どこに向かっていくのかなっていうのをすごく気になるなと思って。それは今あのもううちなんかが決めることじゃなくて、今のなんか40代50代ぐらいの連中が決めていくことかなと思ってますね。今まではこういうふうに来て広げてきたけど、これからどうするんだっていうのは、ね、うちなんかが口出すっていうより どういうふうに進んでいくんだっていう、多分まだ結果は出てないんだろうなって思いながら、うん、多分しばらくは出ないのかなと。まあいろいろ試行錯誤、もうこんだけいろいろ情報とかあのあれがいろいろね、 ありすぎて多分困ってんのかなと、うん、じゃあもう見守っていくっていう、もうそれしかないですよね、うん、最初の頃にあった苦労と今ある苦労っていうのはやっぱりちょっと違ってきてですね。あの最初はほら人数が少なくてこう、うん、パッパッパッパ行くんだけど、人が多くなればほらね、あの担当も違うしいろいろだから、なかなかそこら辺がこううまい具合につないでいくのが難しいのかなと思いますね。うん、それは取引先もあのね担当によって違うし、いろんな人がやってるから、こう横のつながりとかその縦のつながり、まあこれどこでも言われてることだけど、そこら辺がうまくいけばもっともっと行くんじゃないかなと思いますね。生産者と消費者の距離ってもともと有機農業って近いイメージがあるんですけど、はいはい、やっぱりそのあたりの関わりもすごく強いっていう感じなんですかね。でもね、一時からするとやっぱ離れてきてますね。あ、そうなんですか。消費者と生産者の、だから
あの、なんつったらいいんですか、もううちなんかがこう、ね、あの、その、電波についていけないのと一緒、あの、一緒なのかな、っていう思い方です。うん、一時期はほらもうあの何もなくてこうつながりもこうねこうこっちの電話でこう話しながらやってたんだけど、今メールに LINE にしてもそれにしてもそういうのがあるから、なかなかこう顔を合わせなくても話を持っていくっていう感じで、そこら辺はこうちょっと違うなっていうのはありますね。あ、だからそこら辺はこうまだ今後どういうふうに進んで リモートじゃないけどあのどう進んでいくのかなって思いますね。ちょっとこう うちらにはわからない世界がこう進んでいくのかなと思いますね。それで面白いっちゃ面白いんだけど、でもやっぱりその創業メンバーが最初主導してやってたところが、今度は若い人たちがフェスを盛り上げていくっていうふうに、もう見守っていくしかないって感じですね。たまにはこう口出しをしたりするんだけどそうじゃないだろうがって言ってそこがあの農業はそこら辺のギャップが大きいですからね、農業とこの世の中の進みとはね。ちょうど10年ぐらい経った頃から、あの地球畑さん、まあ、こちらにちょうどこんなあの地球畑さんのこんな資料がありますけれども、地球畑さんという、まあ、インショップというか、皆さんの野菜を中だけではなかなか提携で難しい、外に売らなきゃって、まあ、行商じゃないですけども余った余剰分外に売るんだということで組合があったけれども、やっぱり地域でも売ろうということで地球畑というショップを作ったっていう、その経緯は一つはね、その50人にこうメンバーが増えていく中で、生産量もどんどん増えていく、販売量も増えていくんです。でその販売量が増えていった、大きな原因というのは生協との、取引というか関係がスタートして、おかげで、まあ、増えたというのがあるんですけど、だけど生協とのその生協への出荷をメインにこうやっていくと、大きな壁にぶち当たってたわけですよね。っていうのはどういう壁かというと、生協は消費者の注文が上がってきた分だけしか生産者に発注してくれないです。それで、ある程度余計めに作らないといけない。余計めに作ったら余ります。まあそれでもいいんですけれど、ただこれが天候不順とか台風が来たとかよって不作になるとですね、生協の注文がガッとこう増えるですね。で逆に天気に恵まれて豊作だ、わあいっぱい人参ができた、ほうれん草もいっぱいできたぞっていう時なんか逆に生協の注文すごく少ないんです。で余っちゃうわけですよね、農産物余ってしまう。でどうするかこの余ったのって、まあ少量ならね、鶏に食べさせるとかっていうのであるいはもう堆肥に仕込めばいいかとかいう話ですけれど、これが50人分となってくると、まあ、結構な量になるわけですよね。だからそういうものを無駄にしないで生かすためにはどうしたらいいか、契約販売先をいくら増やしても構造的な問題解決しないわけで、だからそういう契約でない自由にできたものがあの販売できるっていうか、そういう場所が必要なんじゃないかというので直営店を作ろうと、直営店の名前は地球畑にしようということで、まあお店を作ったんですね。でまあ、お店を作る時も、メンバーの中からはですね、いろいろと、心配の声やら反対の声やら、農家百姓が何の野菜作りは経験があってもお店で人に野菜を売る経験なんて何もないわけだから、素人がやってですね、そんな成り立つのかと、かえって赤字こさえてしまって大変なことになるんじゃないか、赤字になったら我々がそれを負担しないといけないんだろう、そんな危険なことは嫌だ
なるほど。という今のままで十分だと。反対の声も。リスクなくどっかで売ってくれみたいなことの方が。そうですね。そういうのもあったんだけど、でもなんか自分たちのお店を持つってなんか面白そうだな、という人もやっぱいてですね。まあやっぱりそのもっと言えば結局、お店に立ってこう売ると自分のものを自分の声で消費者にこう話ができる、盛況だとこう送るだけですよ、で返ってくるのはクレーム、が返ってくる、食べてどうだったとか美味しかったとかまずかったとかそういう声っていうのはなかなか届かないじゃないですか、やっぱり作ってる手応えっていうのをみんなに食べてもらってる手応えっていうのをなかなか盛況産直とか共同購入会の出荷というのでは感じられない面があるわけですね。その辺の手応えはやっぱ欲しいっていうのもあったと思います。地球畑の店長 の松倉さんにお話をお伺いしようと思います。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。僕今日ここ初めて来たんですけど、めちゃめちゃ素敵で、もう品揃えとかもなんか見てて飽きなすぎて、もうめちゃめちゃ楽しいんですけど、ここにいるだけでね、その地球畑っていう、もう名前も素敵なんですけど、この地球畑っていうお店のなんかコンセプトとか、なんかってこうやってありますか？あ、あります。まず野菜については、有機の認証を取った有機野菜であることと、あと栽培期間中有機の認証を取ってなくても栽培期間中農薬化学肥料不使用使わないという野菜を置いているということですね。もう全部がそういう野菜なんですね。そうです。ですから減農薬の野菜とか一切、もう一回も触れ薬は振らないという農はという野菜を置いてますので。なるほど、はい、ですね。鹿児島で他にそういう店ってあります？そうですね、まあ私の知るところでは、まあ生産者がやってるお店が、うちの組合に入っている生産者さんのお店で、そういうところはありますけども、まあでもなかなかないですよね。そうですね、ないと思います。このお店って、できてから どれぐらい経ってるんですか？このお店は来月4月で丸20周年を、20周年、はい、20周年これをこうやられてきたわけじゃないですか、はい、で20年前からその今に至る中で、なんか変わってきたこととか何かありますか？お店としてとか変わってきたことといえば、やはり野菜のその土付きから洗いへ変わってきたかなと。まあお客様前はその土付きが何て言うんですかね、有機あるいはその無農薬の、まあ証じゃないですけど、まあそういったイメージもあったと思うんですけど、まあ最近のお客様がだんだんやっぱり洗いの方がもうすぐ使えるねという、まあ最近やっぱり時間のない方が多くいらっしゃると思いますので、でまあそれによって有機も、以前より綺麗なもの、で前は結構虫が葉っぱでも葉物でも食ってても、平気で売れてたんですけどもだんだんやっぱり年数を重ねるにつれて、お客さんの目も厳しくなって、有機野菜であってもやはり品質のいいもの、虫食いが多少あっても、それがやっぱ少ないもの、というのがやっぱり、売れてるというか、レジの方に流れてきますね。だから、やっぱりその20年前とか、昔で言うとその泥付きだったり、虫食いがあっても、あったら美味しいよねとかそういう、話があったのが、やっぱりどんどん消費者が
まあ、ある種普通のものとしての綺麗なものだったり、泥付きじゃなくてすぐ使えるよとか、はい、そういう方にどん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 もう有機の世界も来てるっていう感じなんですね。そうですね。やっぱりあの見た目も綺麗なものはやっぱりお客様のなんていうかレベルというか、私たちに対する生産者の人に対する要求というかね、要求がやっぱり上がってきてるという感じですね。まあ、でも逆に言うと農業技術も上がってそれに応えられるようにどんどんなってきたっていうこともあるんですね。そうですね。最初入った時からすると、まあ刃物にしてもそういう人参とか、さっき言いました根菜類にしても、やっぱり生産者の方のレベルも上がってきてると思いますね。はい。まあでもなんか20年こうやってると、なんかそのなんていうのかな、レベルがアップしていくのも少しずつアップしていって、なんか嬉しいですよね、こう売る側として。そうです ね、 あの売る側も本当、生産者の方もそれに応えてくれて、うん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 、でお客様も喜んでいただいてですね、そうですよね、はい、買ってくれるねお客さんとお話しされることとかってあります？やっぱありますね。どんな声が多いですか？そうですね、まあ食べ方を聞かれたりとか、食べ方、ね、うん、食べ方ですね、はい、これどんな風に食べるの、まあ、はい、多分知ってるだろうなと思うお客さんでも、はい、やっぱり私たちの方にアドバイスを。勇気ならではの食べ方とかね、野菜が美味しいから、はい、そのならではの食べ方みたいなのがあるって思いそうな気もするんですよね、はいはい、消費者側として。そうですね、うん、まあ例えば春菊とか、はいはいはい、和え物とか、はい、鍋物に入れるイメージ、すき焼きに入れたりとか、はい、あるんですけど、まあ、うちの隣のカフェがあるんですけど、はいはい、まあ、そちらが斬新にも、はい、生で、はいはい、サラダのトッピングでこう出したりしてるので、なるほど、まあ、そういったのも同じ会社で、うんうん、まあ、参考にしながら、はい、まあ、そういったことをお客様に、はい、生でも食べられますよと、ただ驚いたりしますけど、まあ、そういうやり取り楽しいですね、はいはいはい。まあやっぱそれが醍醐味ですよね。そうですね、もう やりがいがありますね。なんかそういうお客さんの声を、はい、こう生産者に教えてあげたりする場とか、はい、なんかそういう機会ってあったりするんですか？うちの方は今まあ今日もそうなんですけど、うん、週の中で月水金週3回は、うん、定期的に、はい、持ち込み制度というのもありまして、はいはいはい、生産者が野菜を直接持ってくるんですね。ほう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 。こんなまあ、アイラがはい、というところの地区がそうなんですけど、はい、まあ、今日も来ていらっしゃいますけど、はい、まあ、そういった方が直接持ってきて、はい、まあ、お話できますので、はい、まあ、こういったのはちょっと、まあ、ちょっと今売れてるけど、はい、まあ、こういったのがちょっと今鈍ってるよとか、はい、まあ、そういう会話はできてますね。はい、はい、いや、なんかそういう生な会話、だからお客さんとも生な会話だし、はいはいはい、生産者とも生だし、だから逆に生産者の話をまたお客さんにね伝えることもできるしって、はい、なんかこの関係性ってすごいいいですよね。そうですね、うん、もうやはり私たちはもうその何て言うんですかね、パイプ役になるという、まさにね、まさにそういうことがありますので、うん、いや素晴らしい、はい、だからまあ生産者の声も消費者の方に伝えますし、うん、消費者の声も生産者の方に伝えると、うん、声が直接届くっていうことがなんかもうすでにいいと思うんですよね、まあ、いい情報も悪い情報も含めて、はい、なんかそのバイアスがあんまり入らずにダイレクト、はい、ほぼダイレクトじゃないですか、はいはい、マスクラさんだけを返してっていうのがなんかいいなと思って、生産者の名前をお客さんが覚えて、うんうんうん、何々さん指定とか、はいはい、まあ、そういうのも出てきたりしますんで、あの人の野菜が食べたい、そうですね、いや、いいね、うん、でそれ伝えるとまた生産者の方も喜んでるんですね、喜びますよね、はい、もうそれ一番何よりのね、はい、嬉しい話ですよね、はい、そうですね。で逆にね、そのなんかそういう声があるよっていうと他の生産者もちょっとね、私も頑張ろうってね、そうですね、なりますよね、ライバル意識持っていただけると思いますんで、はい、その点はいいと思います。はい、いや僕神奈川県の湘南、はい、平塚で農業やってるんですけど、はいはい、有名な湘南、あ、まあまあそうですね、有名な湘南なんですけど、はいはい、いやいやいや、はい、いやここ見て、いや、やっぱこういう店やりたいなってもうめちゃめちゃ思ったんで、はい、相談させてください、はい、ぜひ湘南店を、湘南店を本当にぜひ、はい、お願いします、はいはい。それでは、地球畑代表と、それとともにですね、有機農業協会の、副理事長、されている、大和田昭恵さんに、本日はお話を聞きたいと思います。大和田さん、今日本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今2つの肩書きをちょっと紹介させていただいたんですけれども、はい、まずはですね、ここの場所である、地球畑さん、
今30周年を迎えるということでお話をちょこっとお聞きしたんですけれども、はい、その、まあ、作るというか設立するにあたっての、まあ、経緯であったりとかっていうことをまずちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、はい、夫と2人で、まあ、有機農業的な暮らしを五ヶ別府町っていう鹿児島の外れの山で始めて、ニワトリをたくさん飼ってっていうこと でそういう中で自宅を事務局にして、鹿児島有機生産組合っていうのを1984年に作ったんですね、うん、その大農家でもない、あの新規参入の私たちが、まあ、中心的な感じになってきて、そして、まあ、地球畑も91年の本当は年末に、仮オープンしたんですけども、91年に自宅から事務所として出して、それで独立させようとしたんですよ。で私もその時に、まあ、夫と二人でやっていたら、まあ、個人商店的な感じの組織になっちゃって社会性がないから別々にあの仕事をした方がいいという考え でそれも賛否両論すごくあって、まあ、素人がそういう商売に手を出したら結局負債を抱えて、それをみんながそのリスクを背負わないといけないから、もうそうだったらもう組合辞めるよっていうような人までいたりする、賛否両論の中で誰にやってもらうかっていうので私がするのがいいっていうことになって、で結局地球畑を始めることになりました。やっぱり初めもお二人だけでっていうのは無理で、うん、まあ、分社じゃないですけども会社を分けてやるという時には相当の勇気が必要だったと思うんですけども、うん、会社はね分けてはいないんです。あ、会社は分けたんですね。ただ、うん、ただやっぱりでも仕事をこうやってなんかあのスタッフが増えていてやっていったり、社会的なそういうふうなこう立場を持っていくと、どうしてもこうなんていうか誰が社長なのっていうことに なって、だから地球畑の理念とかそれからその、コンセプトとかそういうのは基本的には全部私が作ってきたものです。うん、素晴らしいでも関係ですね。それってそれを許されて、まあ、パートナーとして、うんうん、お互いがやりたいことは違うけど多分先は一緒だけども目の前でやってることは違うよっていうのって、うん、すごい心の奥でしっかりとつながっているんだなと、うん、僕はそんな美しくなくて、有機農業協会をその後、四季畑を始めて10年後に協会をやろうということになって、はい、それは結局 WHO と FAO の合同委員会のコーデックス委員会が国際的に、はい、その有機の基準を決めて、はい、でその年のちょうど年初めに決めたんだけども、年の半ばぐらいにちょうど国会空いてる時に、批准されてっていうことで、それまでも本当に有機っていうものはこういわゆる産業としての農業のうちにはもう入らないみたいな、うんうん、っていう感じだったのが、いきなりこう国際基準に合うその有機農産物というのを認証しないといけないっていうことになって、まあ JAS 法の中にそれを投げ入れたわけですね、うん、でそういう話が舞い込んできた時に、鹿児島でもそういう生産者の皆さんがそういう流れにを受け止めて、JAS を取るか取らないかっていう論議っていうのが組合の中ですごい活発に行われたんですよ。それで、なんでその有機の生産者だけがその自分でお金を出して、それで認定を受けて生産工程管理を明らかにしないといけないのかと、消費者の人たちは安全なものを求めてるんだから、農薬を使った側がちゃんとその農薬を表記して、そしてそれで済むのではないかっていうことで、すごい反対意見が多かったんだけども、ただこれがもう国の制度として始まって、鹿児島の外れからまだ鹿児島の中でそんなに消費できる状況じゃないのに、鹿児島の外れからその有機農産物っていうのを出していかないといけない立場としては、じゃあどうするのかっていうことで、それで有機農協会を急遽作ることにしたんですね。まあ、そこはでもみんなの中でいろんな気持ちがあって、
なかなかこう話がまとまらなかったんだけれども、まあ、最終的に私が事務局長ということで、その組合のスタッフを一人、連れて協会の事務局を担うことになったわけです、はい、結局はその消費者の人とより、食べる方に近づいて、うん、昭恵さんの活動はしていったっていう理解でよろしいですかね。自分はその生産者っていう国の中で生きてるわけでもなく、その生産者と消費者っていう一応こう言葉の分け方があるので、うん、まあそのつなぐ役目っていうのがをちゃんとしたいっていうことで地球畑は作りましたけども、そもそも私の中に生産者の側だとか消費者の側だっていうことじゃなくて、人は本当はこう両方の側面を持って生きていられた方が、あの自立っていうことについてもきちんと考えられるし、なんかあのまあ、そういう思いで有機農業っていうことをその世界っていうあのにこう関わることになったし、だから、生産者でもあり消費者でもあるわけですね、はい、でだけど世の中がそういう分かれ方の中で進んでいくので、そこはちゃんとつながないと、うん、あの有機農業は伝わらないという思いで、で地球畑っていう名前をつけるときに、まあ、その頃あのシンクグローバルアクトローカルっていう言葉があったんですけども、本当に世界を広く見て、そしてその地域で活動していくその拠点になればっていう感じで、地球畑っていうのとか、はい、言葉で地球畑っていうのをお店の名前にするっていうのがなんか異様な感じだったので、あ、そうですか、電話に出た時に地球畑ですって言えないって言って、すごいですか、すごいですか、スタッフから反対されたりして、最初からそんな風だったので、かなりなんか私の趣味に走ったような、じゃあの大体お店にあるようないろんな商品あるじゃないですか、うんうん、セレクトは結構昭恵さんがされてるんですか。一番最初はあのそれこそ本当に雪農業っていうのに、まだその頃はジャスも何もない頃だったんだけども、雪農業っていうことに非常にこう真摯な思いがあったので、間違ってもそうじゃないものを、これは雪の、まあ、無農薬の野菜っていう無農薬の果物とかそういう言い方をしたりしてたんだけども、それが嘘があってはいけないっていうふうに思って、一つ一つ選んで入れましたね。それであとその今の無双とか、まあ、いろんなその卸問屋さんからこうインスタントラーメン入れる時もやっぱり入れた方がいいんじゃないかっていうことで入れたんだけど、インスタントラーメンを地球畑で売っていいかどうか基準が難しいですねそれでその中で、国産小麦って書いてあるのは国産小麦何パーセントっていうことなのかっていうのをいちいちその聞くわけで電話かけてそしたらなんかだんだんうるさくなったらしくてあの 1% 以上入ってればあの使用って書いていいんですよっていう答えもあったりして、と思ったりして、そしてもうそれはあのちゃんと分かるように、うん、あの書いてくれっていうことで、おせんべいのあのお醤油があの ちゃんとしたお醤油なのかどうかとか、添加物使ってないのかとかちゃんと書いてくれっていうことまで言って、なんか地球畑のためにあの塩を作らせられてるようなものだっていうふうに文句言われたりしながら、その分からないことは徹底的に表示でこう書いてあるんだったら、これ一体いくつ入ってるんだろうということも聞かれたら答えなきゃいけないっていう、多分いろいろな自分で義務化していたというか、うん、課してやってた間に入るっていう責任はこうなんだっていう、うん、多分、うんうんうね、ところが強かったのかなと今お聞きしてると、うん、いやだからちょうどあの水が売られ始めた走りで、地球畑でもし水を売ってくれるんだったらば格安で下ろすっていう話で何件か来られたの。で私がその水を買って飲まなくていいためにこういう仕事を始めたのに、うん、あの水を売るっていうことは考えられないっていうことで、
水は売りませんっていうことでいいな、最初はそういう思いで、はいはい、お断りしました、はい、だから水を買っての飲まないといけない時代になったっていうことが、うん、私にとってはやっぱりすごくこう本当にここまで環境汚染を進ませてしまった、うん、私たちの社会っていうことを思っていて、で四季畑がそれで水を売るっていうのはとんでもないっていう、うん、っていう思いだったので、うん、なるほど、うん、そうですね、確かに僕がちっちゃい頃に水を買うなんてことは考えられなかったなと思うと、うんうん、今は当たり前に水を買ってますけど、うん、でも何年か後にですね、お客さんからの要望もあってお水を少し、うん、1種類ぐらいから無操作の水、それも変なんだけど、そこから水を運ばせてね、あの、うん、そういうお水をちょっと売り出したりしたんだけども、うん、とにかく私がお店にいる間っていうのは全部そういう感じで、うん、あの水は売らないとか、もし何かこうその外国のものだったらばちゃんとフェアトレードっていうのが分かるものとか、うん、っていう感じでしっかりとしたコンセプトはここなんだよってところをしっかり作っていきたいっていう気持ちが強いってことですよね。その地球畑というところで、うん、育ててる方と食べる方をつなぐ場所を作って、うんうん、もう30年経った、うん、それまでの、まあ、経緯っていうことはいろいろお話お聞きできたんですけれども、どう変わっていったかみたいなのって今どう感じられてますか？30年経ってよく続いたねって毎年誕生祭のたびに褒めてもらったりとか、まあ、そういう流れはありましたけども、まあ、なんていうかこう、この社会の流れの中でこういうあの仕事がもっとこう なんていうか力を得るように多店舗展開しようとか、なんかそういう経営的な感覚っていうのはほとんどなかったので、ただまあ地球畑っていうそのことを通してそのちゃんとしたことを伝えようっていうことはあの通してきたし、それが信頼にはつながってきてると思います、うん。地球畑の加工プロジェクトのリーダーをされている山崎さんのお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、あのめちゃめちゃ並んでるんですけど、はい、これは地球畑の商品なんですよね。そうですね。もうすべてオリジナル。どんな商品があるんですか。ですね。まあ。うちはまあ常温品で持つ商品ばかりではあるんですけど、まあ人参とかごぼうとか、まあそういったあの根物類がたくさん収穫できますので、そういったものを中心にした加工品が多いんですけども、まあこういったこう人参ジュースですよね、あの一番売れ筋の商品になってまして、であとはまああのお茶シリーズで、まあこれもあのいろいろあの開発当時もいろいろゴーヤ茶だったりとか、ゴーヤ茶、人参茶とか、なんか大根茶とか、いろいろ作ってたんですけど、まあいろいろこうやってみて、まあ、ごぼう茶が一番こうしっくりくるというか、よくあの味も安定してっていうところもあって、うん、ごぼう茶に落ち着いたわけですね。ですね。お茶も気になるんですけど、ここ、そうですね。これなんか気になるんですよね。まあ、ベビーフードは、うん、まああのまあ、私が開発をさせていただいたんですけど、はい、まあ、あのもともと、まあ、うちの経営者の代表もその、うん、まあ、赤ちゃん向けの商品を作りたいっていう思いもあって、うん、で、まあ、うちの、その理念とかあのとぴったりなものでしたので、うん、まあ、ちょっとベビーフード作れないかっていう話があって、はい、私も初めてトライする商品だったので、うん、いろいろちょっと勉強をさせていただきながら、うんうん、あのトライして、でもう4年ぐらい前からですね、あの商品作って、最初にあのこの瓶の、まあ、5ヶ月頃からの赤ちゃん向けの商品を作ってるんですけど、はい、まあ、これを最初に当初発売させてもらって、
もう本当あの手探りだったので、あのやっぱベビーフード業界もその本当に赤ちゃんって本当にたった1年ぐらいのターゲット層なので、うんうんうん、短いそのターゲット層でどれだけちょっとこう利用客があるのかっていうのも分からなかったですし、ただまあこういった商品やっぱりうちの会社がやっぱりこう売っていくっていうのはすごく意味が、うん、意義があることかなっていうので、うん、でまあトライさせてもらったんですけど、うんうんうん、まあ、あの思った以上に反響があって、うんうん、で翌年にこのおかゆシリーズっていうのをこの前のパウチのものですけど、このシリーズを月齢ごとにあの作らせてもらって、でもうあのパッケージもその最近ちょっとリニューアルしたばっかりなんですけど、すごく反響があって、うん、あの去年ぐらいからですかね、すごく動くようになって、もう工場っていうのも自社の加工所があってやられてるってことですもんね。もう小さいですけど、うん、最初はもう2人ぐらいから、はいはい、あの手探りで始めた場所で、今まだもうまだ4人ぐらいしか小さな現場ですけど、うん、本当に手作業で、うん、野菜からも加工して、はい、で火入れしてとかいろいろ本当手作業でやってる、本当にあの家庭で作るお母さんが作る離乳食と本当に変わらない、うんうんうん、ただたくさん作るかちょっと作るかだけの話で、うんうんうん、全然変わらない感じで、味も本当にあまり味もつけずに素材そのままで作らせてもらってます。いや、なんかこの裏を見た時に僕こうやって裏チェックしちゃうんですけどあの原材料名が有機紅はるか（鹿児島県産）さつまいもでんぷん以上みたいなシンプルなんですいやもうなんでこうならないのかなってやっぱちょっと思いますよね、他のところのものが、まあ、もちろんその保存の、ね、話とかいろいろあるのは分かるんですけど、うん、これ賞味期限どれぐらいなんですか、例えばこれと10ヶ月ですね。あ、もう全然十分ですよね、そんな10ヶ月か。いや、なんか今その生産者、まあ、有機の生産者の野菜が美味しいからそれを生かしたいっていう話って、はい、やっぱ生産者としてはもうそれに勝るなんか喜びはないですよね。美味しいからそれをこう生かすみたいな、うんうんうん、なんか加工を作る人たちがそういうふうに思ってくれてるっていうのは、うん、なんか生産者としてはもう嬉しいですよね。そうですね、まあ十分に応えられてるかどうかわからないですけど、うんうんうん、まあ本当にあのもったいないんで、うん、せっかくやっぱり素材が野菜を作るところからやっぱりこういろんな苦労があって、うんうん、もう皆さんも手作業で、うん、虫とかいろんな天候との戦いの苦労の中で作り上げてきたものなので、うんうん、はい、まあ、私たちもその、まあ、それをいただいて処理をするんですけど、うん、その前にすごく大変な苦労があって、うんうんうん、でそれをまあ私たちももちろんその素材から仕上げてはいくんですけど、うんうん、まあ、大事にあの使っていきたいかなっていうのはあります。まあその生産者さんがいろいろ苦労して作ってきてくれている、うん、その思いも大事にしながら、うん、そして何よりも美味しいからそれを生かす、うん、素材を生かすっていうことがまずこっち側の話としてあって、うん、で一方でこっちのお客さんたちがいて、そのお客さんのニーズはどういうところにあってっていう、うん、まあマーケットリサーチっていうのかわからないですけど、うん、まあそういうのがありながら、そう言っても便利であることって加工品のやっぱりね、うん、宿命というか、それがないとね、うん、っていうところがあるから、やっぱそこを大事にしながらっていう話なんですね、うんうん、なんか今後商品をこう企画していくにあたって、なんかこんなことやりたいとか、なんか妄想ってあるんですか？そうですか、はい、まあ、計画でも妄想でもそうですね、まあ今まずちょっと取り組んでることはちょっとやっぱ生産量を上げるっていうのが目前にあって、ちょっと今準備をしているところなんですけど、まあそこからやっぱりやれることは、もう少しこういろんな、まあ、種類を増やしていくのもそうですけど、ちょっとこうもうちょっとこう使いやすい商品っていうか、もうすぐ品質上げてっていうような商品を作っていきたいなっていうのは。海外事業部長の福本さんにお話をお伺いしたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと加工の続きで加工品を交換してもらってるんですけれども、はい、
今まあもう海外展開されているということで、はい、どんな商品を海外に今持ってってるんですか？あ、今ですね、あの私たちはこのオーガニックベビーフードを作っておりまして、こちらがまあ国内で最初動き始めていたんですけれども、うん、これを展示会に持っていくと、はい、結構あの海外の方々からあの注目、あの質問なども受けてですね、うんうんうん、あの私たちも一生懸命提案しているところで、うん、やはりこのベビーフード、あとあのベビー用品としてお菓子、お菓子、コロッピーというんですけれども、はい、こちらの商品をあの輸出しているところでございます。あ、じゃあここ結構主力商品に今なってる感じなんですね。そうですね、はい、それはやっぱりその展示会、海外 の, その展示会ってことですよね、加工商品とかの。そうです。でこのベビーとか、はい、その子供っていうところのかけるオーガニックみたいなところのニーズが強い。はい、おっしゃる通りですね。加えて申し上げますと、あのかける日本というブランドがあって、あ、ははは、この3つが揃ってあの引き合いはあるといったところですね。なるほど。ちなみにかける日本っていう、はい、そこに込められてる海外の人から見た意味って、はいはい、福本さんにどんな意味がありそうですか？やはりあのどこの国に行ってもですね、うん、あの日本は信頼性だったり、信頼性、うん、あの安心安全できる、うん、商品だろうというのがもうイメージとしてあって、あとは価格の話だけだし、なるほど、ですよね、と。価格ですね。まあ、加工品なので、あの物流の方は、はい、あの飛行機でもそれこそ船でも行けるので、はい、そこはあまり気にされないみたいですね、バイヤーさん。どちらかというと、もう価格で、オーガニック商品だから高いよね。だけど、なんというか、オーガニックに商品を買いたいという、はいはい、あの環境のことも考えてですね、そちらの商品を選ぶあの中東ヨーロッパの方々もいらっしゃいます。今中東ヨーロッパって出てきたんですけど、はい、その輸出している国は どういうあたりになるんですか？はい、まあ、加工品だけで申し上げますと、うん、クウェート、クウェート、UAE、ドバイですね。UAE、あと、マカオ、マカオ、香港。みんな金持ってるとこですね。そうですね。やはりあの私たちの商品というのはまだ国内でもそうなんですけれども、うんうん、あの価格、あの手作りの部分が多くて、うんうんうん、そんな立派なあの加工場ではないこともあってですね、うんうん、どうしても価格が今はあの少し高めですね。なるほど。ちなみに生鮮の輸出もされてるんですか？はい、おっしゃる通り。そのどっちが多いという意味では、そうですね、私たち の, あの会社が鹿児島にあって、はい、あのやはり鹿児島といえばあのさつまいも、このさつまいもがですね、あの主力になって、成果の方はあの香港、シンガポール、あと昨年があの有機の同等性が認められた台湾ですね、はい、台湾、ありがたいことにあのそうやって声をかけていただけるものですから、私たちはもうあの声をかけられれば行きますというスタンスですね。じゃあいいサイクルがあるわけですね、今ね。そうですね、うんうん、それで今のところはあのそういった7カ国ですね、はい、輸出しているところでございます、ね。はい、まあ、生産をして、はい、でこれをなんかこう加工して、はい、でその加工したもの、そしてまあ生鮮含めて海外に持っていきたいって、はい、すごい綺麗な流れだと思うんですけど、はい、そのこの鹿児島有機生産組合の中で海外事業がこう出てきたわけじゃないですか、はいはい、それってどんな経緯だったとかってありますか？そうです、3年くらい前に、3年くらい前、3年ですね、はい、あの海外事業を立ち上げにあたっては、当初この輸出とかあの微塵も考えてなくて、あの私たちの職員の、はい、女性の職員だったんですけれども、はい、うちを辞めて、うん、青年海外協力隊の方に入ったのがきっかけで、はい、その彼女がネパールの方でですね、うんうん、あの有機農業 の, あの観点で、はいはい、取り組み始めた、はい、でそこで知り合った日本の企業と仲良くなって、はい、その企業が私たちに、ネパールではあの農薬や化学肥料を使って野菜を作るのが当たり前で、うん、もうちょっとひどいことになってるというお話をいただいたものですから、うんうんうん、
それでは私たちは企業としてパートナーとしてネパールに進出、進出というか有機農業の技術を提供するというかサポートしますというのが始まりですね。それが海外事業のきっかけですね。きっかけですね。なんかこう、まあ、今やこう結構形になりつつあるというかなってきてるんだと思うんですけど、はい、もう多分ここ3年の間にすごい紆余曲折あったと思うんですよね、はい、どんな苦労があったりしました？そうですね、まあ、苦労ってほどではなくて、うん、私も好きで手を挙げたものですから、はいはい、自然環境の豊かなこの鹿児島で、はいはい、国際的な仕事ができるというのは、はい、ちょっとかっこいい、かっこいいですね、はい、東京に行かなくても、こういうちょっと商社じゃないんですけれども、はいはい、こう輸出というキーワードで俺輸出してるんだよとか言いたいなというのは確かにあって、うん、それでJICA の授業もですけれども、はい、ちょっと輸出してみたいな、うん、やりたいなということで始まったものですから、はい、そこからはですね、はい、なので苦労というよりはどちらかというと好きでなるほどなるほど、ポンポンと話を進めていって、はい、もう声をかけられればありがとうございますという感じですね。なんか例えば生鮮の輸出をするときに、はい、なんか気をつけなきゃいけないこととかって何かありますか？そうですね、今まで大きなトラブルも幸いにしてなかったんですけれども、うんうん、やはり約束事は書面でっていうところですけど、日本だと結構もう緩いところ口頭でね、口頭で、うんうんうん、じゃあ注文書送りますねみたいな感じもあるんですけど、海外の場合はちょっと慎重にやらないとですね、うんうんうん、傷んでたとかクレームとかも受けかねないという、うんうん、他の企業さんからの話も聞いてるので、うん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 、国によってはもうよく注意しないといけないのかなと思います。契約書ですね、はいはいはい、じゃあ福本さんやってる中では、そういうその、はい、なんだろう、まあ、クレームとか、はい、なんかその大変になっちゃったことだったりとか、はい、でなかったんですか？一度どこだったかな、クウェートの方に輸出するときに、はい、いろいろ証明書がで複雑で、はい、有機ジャスの証明書ももちろんですけれども、はい、その衛生証明書に近いようなものを出してくれと言われて、実際私たちはそれ持っていなくて、なんか代わりになる証明書をくださいみたいなことをで、結構時間も取られたり、あと代理店契約というのもですねあって、受けるか受けないかというのもあるんですけど、今回まあクウェートを軸にしていなかったものですから、クウェートの代理店契約なども、はい、受けましたね。そこの手続きに大変時間を使って、なるほど、私たちも経験がなかったんですから、うんうんうん、そこのあたりが大変だったかなと思います。その地場でなんかこうギュッとできたものがなんか旅立っていくのって、はい、なんか素敵だなと思って、しかもやっぱさっきおっしゃってたように日本っていうキーワードをちゃんとこう生かしながら、はい、かつオーガニック、サステナブルみたいな文脈があって、ね、こういうのが本当に世界に広まっていったらいいなと思いますよね。そうですね、いろんな国に私たちの商品を運びたいなと思っていますし、うん、海外事業のメンバーに当然のごとくうちの大和田も、はい、俺もメンバーだということで、はい、いろいろアイデアも、いただいてですね、輸出してますので、うんうんうん、とてもそのあたりは心強いなと思っているところです。なんかこれからやってみたい国とか、うん、まあ、商材とか、はい、まあ、なんかその事業部長として何か思ってることってありますか？はい、これからの展開はやはり新しい商品、うんうんうん、今ない商品を提案したいなと思ってますね。国内でもそうなんですけども、はい、海外でも、あ、これ鹿児島の商品だっていう認知、うんうん、鹿児島しかないものといったのをちょっと開発したいなと思ってる、うんうんうん、輸出したいのですね、はいはい。僕も農業やりたいって言って生産者になりたいっていう人も来たりとかっていうのはここでなかったんですか？そうですね、やっぱ結構ありましたよね。 あって、それで最初の頃はですね、そういう人が来たら、じゃあ
農家の誰それさんのところでちょっと預かってよとかやってっていうふうな感じでやっていたんですね。だけれどもやっぱりその農家でその人を預かるというのは、寝る部屋から用意しないといけないし、そこからですか。でも農業って 2,3 ヶ月じゃ何もわからないし、やっぱり、半年1年腰据えてやる中で、農業のやり方とか見えてくるところもあるんで、それで、どうしたらいいかなというんで、もうじゃあ研修農場というのを作ろうと、研修生のための農場を作ろうということでですね、作ったのが、まあ、直営農場になるんですね。そういうこともあって162名まで生産者も増えていったという。そうですね、毎年、まあ、多い時で 5,6 人、少ない時で 2,3 人、毎年研修希望者が来ますので、で研修してもらって、その人たちが独立就農してまた組合になっていくという、そういう中で少しずつ、162名もいらっしゃる中で、新規就農者っていうのはどれぐらいの割合でいらっしゃるんですか。もう研修を受けて就農したという人たちがもう 40人はいますよね。もともとでも大和田さんも新規就農者ですもんね。ってなると、結構な割合で新規就農者が。そうですね。じゃあここからは鹿児島有機生産組合の自社農場になりますよね、はい、自社農場の農場長川崎さん、それから研修生の倉橋さんにちょっとお話をお伺いしていこうと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。鹿児島有機生産組合ってこうね、農業者の生産者の集まりということでスタートしたとか、まあ、その後いろいろっていうのはお伺いしてきたんですけれども、自社農場をこうやるっていうことになったのって、なんか経緯とかなんかあるんですか。そうですね、まあ始まりとしてはまず、若手を増やしたい、若手の生産者を増やしたいっていうところから、まあ、研修農場としてもともとスタートしたんですけど、まあ生産流通させていく中でもっと生産量も増やしたいし、まあ、いろんな品目も作りたいと、あとは、その鹿児島有機生産組合の中で、まあ、不足している品目なども自社でどんどん賄っていきたいということで、規模も拡大していっているという状況です。うちに今どれくらいの規模なんていうんですか。農場が今2カ所ありまして、はい、まあ、2カ所合わせて10ヘクタール2カ所合わせて10ヘクタール弱なかなかな気分じゃなってきてるっていう感じですね。そうですね、はい。じゃあもともとその新規就農者を増やすとか、まあ、その生産者の仲間を増やすっていうことが目的でスタートして、そうですね、で今ややっぱりその生産量をもっと増やすっていうことでやってるっていう感じですね。はい。なんか農場をこう運営する上で、まあ多分2つのね目的があるってことですよね。新規の仲間を増やすということ、そして生産をするということ、はい、なんかそれぞれなんかそのコンセプトというか、なんか大事にしてることとかってありますか。やっぱ地域がこう住んでる地域、生産してる地域が近いと、うん、どうしてもこう品目とかも偏ってしまうのでまあそこでやっぱ流通させていく中で、やっぱお客様、まあ、取引先様からは、うん、もっといろんなものが欲しいとか、うん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 、まあ当たり前、まあありふれた品目の野菜でもこの時期にないのかとか、うんうんうん、まあちょっと時期を問われたりとか、まあいろいろその要求があるんですけど、はい、まあそういうのになるべくまあ自社農場として応えていきたいっていうのは、まあ大きな一つの目標として、なかなかそれをその生産者にお願いするっていうのはリスクも高いですし、うんうん、はい、ちょっとお願いしづらい部分もあるので、そういうのはまあ自社でどんどんやっていきましょうと、はい、代表がまあそういう挑戦する心を忘れるなっていう。それでも詰まるところそのここの地域にあったバチッと合う作型から、はい、ちょっとずれた作型とかを
まあ、そうやったりするっていうことですよね。はい、そういうのも含めて、まあ、苦労は多いんですけど、まあ、その分達成できた時も、まあ、まあ、喜びも嬉しいです。あ、はい、それをまあ安定化させていけるようになれば、まあ、職員とか研修生の技術ももっと向上していくのかなと、やってみなきゃ分かんないなっていうところで、いろいろ挑戦をしているところです。はい、あとはその研修生の受け入れでした、はい、に関しては、まあ、そうですね、なかなかその有機農業でね、研修できる施設とかもないので、うんうんうん、まあ、積極的に受け入れをして、まあ、日々一緒に汗を流しながら、まあ、できれば鹿児島の方で、まあ、根付いて農業をやっていて、うん、まあ、結構県外から来る方も多いんですけど、うんうんうん、まあ、できればね、鹿児島の方でどんどん、腰を据えて、独立していただいて、うん、まあ、鹿児島の有機農業をもっと盛り上げれたらなという思いで、受け入れをしています。うん、そっかそっか。今何人ぐらいというか卒業生だったりも含めて、卒業生含めると、まあ、30人ぐらいはいるんじゃないかなと、うん、はい、県外から来る方も、まあ、比較、そうですね、はい、じゃあ東京だったりから有機農業を志して、はい、ここで生産者としてのまあ研修を受けっていう道もありってことなんですね。そうですね。うん、で、倉橋さん、はいはい、今研修をされているっていうことですよね。はいはい、今研修入ってどれぐらいなんですか。8ヶ月ですかね。8ヶ月。去年の7月からですので、はい、8ヶ月です。倉橋さんはどちらから。僕は、兵庫県です。お、はい。じゃあ移住されて。たまたま、鹿児島に単身赴任で、はいはい、まあ、13年間 いまして、はい、それで、まあ、定年を機に、はい、農業を始めようということで、自宅は兵庫県ですけど、まあ、こちらにすぐそばに住んで毎日通っています。詳しいですよ、鹿児島の。まだ13年ね、お住まいなんですもんね。倉橋さん、なんでここで研修しようって選ばれたんですか。まずきっかけは、ホームページを、うんうん、鹿児島有機生産組合のホームページで、知りました、うん、それで、まあ、まず有機の方にやろうと思ったのはたまたまあの友人が、はい、まあ、本人もそうなんですけど家族も含めて有機野菜食べたら、体調が良くなったとか、うん、アレルギーが治ったとか、うんうん、そういう話を聞いてちょっと興味を持ちまして、はい、まあ、卒業後ってどんな。あ、もうこちらに今住むつもりで、はい、80歳まではこちらで元気で頑張ろうと計画しております。じゃあ仲間が一人増えそうってことですね。そうですね。嬉しいお言葉をいただきました。なんかこうやってる中で、はい、こんな農業をやりたいなとか、なんかご自身の中で芽生えてきてるものってあります？いや、まだその明確にはないんですけど、うん、やっぱりこの地域にあった、うん、ものを作りたいなと、まずは、うんうんうん、それからあと、まあ慣れてくればね、いろんなものにチャレンジしようかと思ってますけど、うんうんうん、まあ、こういう空豆ですとかね、うん、この辺りですとか、かぼちゃですとか、はい、コーンとかがまあ有名ですのでね、まずそこら辺を手掛けてみたいなと思ってます。神奈川から今日来てるんですけど、まず空豆まだこんなんなんですよ。いや、やっぱそのなんていうのかな、当たり前の話なんですけど、その場所にあってそのできるものっていうのがあるわけですよね。だからやっぱりこの鹿児島のこうね、南側、特にまた南側で、そら豆作って、うん、それが多分今全国にね、こう旅立ってんだろうなっていうのをなんか垣間見れて、うん、なんか嬉しくなっちゃったんですけど。そうですね。ね、全国規模でこう出荷リレーをできてるって、こう、うんうんうん、その最初になるのがまあ鹿児島ぐらいの気持ちで、まあ鹿児島が終わったらじゃあ次関東の方お願いしますっていう感じで、まあ。バトン引き継ぎますよ。日本中の方がね、こう長い期間そら豆を食べれたらいいのかなという。はい。ちょっと草取りは大変ですけど、ね、草取りはね、暖かいですしね、どんどん、もうどんどん出てきますね。どんどん出てきますね。ね、こうだんだん農作業もね、大変になってくる時期だと思うんですけど、そんな時期にありがとうございました。ありがとうございます。なかなか今の、ね、農業の問題って、次が継がないよっていうのは結構あったりすると思うんですけども、うん、鹿児島有機さんの中で、うん、生産者として次っていうのはちゃんとつながっていってるんですか。つながっていって、やってる人もいますし、うん、まあ難しい人もいますよね、うんうんうん、まあ、でも割とつながってる人が
いろいろ活躍してますかね。ああそうですか、うんうん、そういう方がやっぱこう今までは親の代と一緒にやっていたけども今は息子さんとなんか一緒にやってたりっていうこともあったりするんですか、じゃあやり取りを。ああそうですね、うん、だから私も早く引退しないといけないんだけどまたちょっとお早いかもしれないですけど引退しないといけないんだけど、はいはい、もうなるほど。もう園山さん自身は2代目農家っていうことで大丈夫なんですよ ね、 そうですね。初代がいらっしゃって2代目で、はい、今何年ぐらいされてるんですか。あとを継いで15年ぐらいになりますね。はい、じゃあその前の、お父さんは、はい、もっと長くやられててっていうことなんですね。そうですね、父が40年近くにもなりますね。は、はい、初代も有機栽培されてて2代目も有機栽培っていう認識で大丈夫なんですか、ね、そうですね、まあ、実際生産を主に携わってるのは一つ下の弟ですけども、うーん、私はもう経営全般をやってるような形で、まあ、兄弟6人いますんで、それぞれ、役割分担をしてやってるような形ですね。お二人で6人いるけどもお二人が今その農園を動かしているっていう感じなんですか。農園はもうほぼこの次男が中心でやってて、まあ、三男はもう直営レストランの料理長ですし、次女はまあ1号店のレストランの今店長をやってるという形ですね。はい、よく言われるのがその親父からいろいろと口出しされるとか、うん、指示命令がすごく多くて嫌になるみたいな話を聞くので、はい、そういうことはなかったということですか。まあ、そういうのがあんまりない父なもんですから。あ、そうなんですね、はい、もう好きにやってみれと。やりやすかったところはあったんですか、ね、そうですね、まあ、大事なところはしっかりアドバイスはもちろんしますけども、基本的にはもう2代目のやり方で、やれというような考え方ですね。有機栽培っていうとやっぱり技術的に少し難しいところもあると思うんですけど、技術的なところを教わったりっていうことはあったんですかね。そうですね、それはあります。まあ、農法から野菜の育て方からありますけども、うん、まあ、有機農家ってどうしてもこのその作物そのもののプロではないような部分もあったりするもんですから、うん、まあ、土作りを大事にしながらやっぱり少量多品目で、いろんな野菜を作るので、まあ、その一つ一つを取ってみれば、まあ、一般の専業農家と比べればやっぱりそこに対してはまだ及ばないところがありますけども、まあ、しかしもう土がしっかりできていい土作りができていけば、まあ、野菜全般美味しくいい品質のいいものができてくるという考え方で、まあ特に父はそういう考え方でやってきました。うーん、はい、じゃあもう完全に1代目2代目に引き継いでもう自分たちが前に進んでいるっていう印象を受けるんですけども、この先どういうふうに先進んでいきたいかっていう展望みたいなものってありますか。そうですね、まあ、1代目がこういった形で30年40年かけて、一番厳しい時期からまだこう有機農業は本当知られていない、今みたいな私たちみたいな状況ではなかったと思うので、今はもう基盤を作ってもらって本当この状態で受け取れるっていうのはまあ非常にありがたい状態ですけども、1代目はそうではなかったので、成功例がまずないところからこう始めていくっていうのはまあだいぶ孤独な戦いだったと思いますし、まあ世間からまだ認められていないようなものをやるっていうのは大変だったと思いますけども、まあそれがもうこの30年40年でこの鹿児島特に初代の方たちがそこの基盤を作ってくれたおかげで、もうあとはこの2代目がどんどんチャレンジして、拡大して仲間をさらに増やして、どんどん拡大再生産していければ、まあ、さらなるこううねりになっていくと思いますので、そこの役割を私たちは担ってるかなというふうに思ってますね。
2代にわたって夢を受け継いできたっていうような話を伺っていきたいなと思います。前園さん、よろしくお願いします。お願いします。まずどこから聞いていいかっていうところなんですけども、はい、どっからでもどうぞ。まず、何年ぐらい前からこの場所でやられてるんですか、農業。何か所か畑があるんで、ここをスタートしたのは、はい、25年ぐらいになるのかな。収納したのはもうちょっと前ですか。まあ、もう40年以上前の話。あ、じゃあ別のところから移られてきてるってことですか。いやいや、地元なんだけど、はい、ここは借地で、あ、そういうことですね。自作地はもっと家に近いところに あって、それでもうちょっと広げたかったんで、もう荒れ地だったんですよ。もうああいうような感じのところを、まず1枚、2枚、まあ2人分かな、3人分か借りて、開墾から始まりました。はー、家の近くも今もやられてる。あ、もちろん。あ、そうなんですね。じゃあ今現在は全体としてどれぐらいの面積をされてるんですか。認証を取ってる面積がね、あれで言ったら1兆7単8単ぐらいかな。そのくらいです。で、その1兆7単8単ぐらいの面積で、うん、今何を、まあ、今というか年間でどういったものを栽培されてるんですか。春っこいから種まき順番でいうと、今枝豆、スイートコーン、オクラがいって、夏場はあんまり品目多くないんだけど、で秋になると玉ねぎ、人参、じゃがいも、あ、春もじゃがいもあるのか。あと、葉物ネギだとか、そのなんていうの、販路によって面積が大きいものと、もう小さいものは自家用だけのものとか、あで言ったらもう年間にどっか30ぐらいの種まきはするのかな。売り先によってっていうのは、その中の一部に鹿児島有機生産組合も、あ、もう、まあ、一番大きい比重占めてるけど。あ、そうなんですね。まあ、ただ今玉ねぎあるけど、はい、量がドンと出るものは鹿児島有機がドンと出してる、はい、全国的に見ると後継ぎ問題っていうのがあって、親父が頑張ってやってる、息子に継いでほしい、でもやらない、継がないっていうのがすごく多いんですけども、その継がせたいっていう意識はなかったけど、周りの農家さんとかお父さんの姿を見てやってみたいなっていうふうに思ったっていうことですよね。まあそうですね。しかもまあ言えばゼロから始めるのって多分すごい大変じゃないですか。あ、そうですね。はい。まあある意味僕はすごい恵まれてて、道具もあるし、畑もあるし、販路もあるし、教えてくれる人もいるし、まあこんな恵まれた中でやらないわけにはいかないじゃないけど、ある意味。難しいことを始めたわけじゃないと思うんですよね。他のゼロから始める新規の人たちって、本当さっき言ったみたいに数年間暮らせるような貯金がないととかってよく聞くじゃないですか。比べれば親としてのその栽培のこだわりとか、こうやってほしいみたいなところをうまく伝えられなくてとか、いや、ここもうちょっとこうやれよみたいなのって、実際2人でやってて、あ、そういうことはあったりするんですか。ない方が、ない方がない方がおかしい。そういう時はどうするの、ぶつかり合うんですか。え、喧嘩になったりとかしないですか。別に喧嘩にはならないけど、からまあぶつからんようになるべく離れたところで仕事してた方がぶつからないんで。全体の舵取りっていうのはどちらが今されてる感じなんですか。もう徐々にシフトしてる感じなんですかね。いや、もう作付け計画もほぼ立てさせるので、私はIRL側に動いてるだろう。すごいですね、その移し方が。へえ。じゃあこの先はそのこちらがその船の運転、操縦をしていきながら、まあ、どこかに向かっていくと思うんですけど、その前園農園を
どこに向かわせたいみたいな目標みたいなのはあったりするんですか？いやどこに向かわせたい、こういう目標に向かっていきたいなとか、その先ほど言った品目をこうしていきたいとかっていうのもありますし、規模をこうしていきたいとか、なんか新しい取り組みやってみたいみたいな、特に新しいっていうあれもないですけど、まあ、ちゃんと稼げるじゃないけど、しっかり野菜作ってちょっと売れて売っていけるようにっていうのは、それはゆくゆくは2代目、3代目につながっていくみたいなところもあるんですかね。多分同じように やれとも言わないだろうし、あ、なるほど、勝手にどうなるかまだ先の話ですけど、まあやりたいと思えるような、思われるようなのができればいいですね。もう一つ僕の中で転機かなというふうに感じていることが、このオーガニックフェスタっていう、はい、まあ、こんな素敵な、はい、フェスタっていうのはもう13回やられてるっていうふうに聞いてるんですけれども、このオーガニックフェスタっていうものをやろうと思ったきっかけであったりとかですね、今の状況とかそういうことをちょっとお聞きしたいんですけれども、まず経緯っていうのはどのようなことで立ち上がって、まずその有機農業研究会という組織もあるんです。勉強のためのもう30年前から研究会というのがあって、でその有機農業研究会が主催して、有機農業、最初の頃は有機農業祭り、途中から命の祭りというふうに変えて、まあ、やってたわけなんですね。でもそれはこう割とこじんまりと、まあ、生産者の人たちが中心になって集まって収穫をお祝いするみたいな祭りやってた。でだけどその13年前か、生産者だけでこうして祭りをやるんじゃなくて、もっと多くの人たちに呼びかけてみんなが参加できるようなあの祭りにした方がいいんじゃないか、そういうのをしたら面白いよねという話が出てきたんですね。今までやってた生産者と消費者の方でやってたっていうことで、自分たちが楽しむだけじゃない、もっと他の人たちに入ってもらって、もっといろんな取り組みをということで、そうですね。まず最初にお二人についてちょっとお伺いしたいんですけども、はい、まずは片平さんから。片平さんは、はい、どういう仕事をされているんですか？デザイン事務所ですね。デザイン事務所、はい、をやっております。はで、まあ、できる限りオーガニックな仕事っていうか、まあ、そういう方向性のデザイン。はじゃあ事務所、オーガニックフェスタにはどういうふうに関わっていった感じなんですか？デザインの仕事っていうことで入ってきたんですか？大本が有機農業協会が、まあ、主催してるんですけども、はい、そこの僕その時に、広報を担当してて、うん、で、理事かな、広報の理事をやってて、まあ、いろんな企画を出さないといけない、うん、一環としてオーガニックフェスタをまあ考えたってことですかね。うーん、園山さんはオーガニックフェスタ最初の第1回から関わっておられるんですか？はい、1回目から片平さんから当時声がかかったような記憶がありますけど。ああそうなんですね。はい、はい、これオーガニックフェスタっていうイベント自体は、まあ、誰かがやろうよっていうふうに始まったのか、それとも何かがあって、いやもっと広げていきたいよとか変えていきたいよということでオーガニックフェスタが生まれたのか。まあ有機農業の農産物が売れることもなんですけど、まあ、その有機農業オーガニックというのを広めることだったので、まあ、そのためにはどうしたらいいんだろうというところから、
まあ、イベントに結びついたんですけども、その時に有機農業という言葉ってどうしてもやっぱりこのとっつきにくい、まあちょっと言葉あれですけど、まあ、閉鎖的に感じられてたので、オーガニックって言葉を広げたかったんです。で、オーガニックって言葉で、まあもちろんその最終的には、まあ農産物、有機野菜だったりとかに結びつけばいいと思ったんですけど、それよりももっとその親しみやすいもの、オーガニックって何、というのが分かるものということで、イベントもなんですけども、まあこういう同時に広報誌みたいなものも、もう企画していったということになりますね。要は今までその有機農業協会なので、有機農業というのを広めるところを、そのオーガニックという言葉を広めたいと。そしたら、まあ自然と有機農産物の知識も増えていくんじゃないかなと思った次第なんですけど、まあそれは僕が有機農業協会の広報をしているという役割の上での企画ですね。そのオーガニックっていう言葉をその押し出していく前にも、そうじゃない言葉で何かイベントってあったんですかね。はい、それまでは命の祭りという、有機農家の収穫祭のような祭りがあって、私ももう小さい頃から参加してましたけども、それをずっと継続していく中で、まあ、片平さんから開けた、祭りをしたいっていう提案がその時にあって、まあ、有機農家の2代目を中心に最初声がかかって集められて、で、今のような片平さんが力説をして、なんか今みたいな話をそういえばなんか話してたなっていうのをちょっと思い出しましたけど。どういった力説を？今、このオーガニックとかおっしゃってましたけど、広げたいっていう。言ってたなって今思い出しました。なんか有機農業祭りとかだったんですね。命の祭りとか。その日本語からなんか海外のなんか流行ってる事例を持ってきて、それをなんか力説してて、オーガニックだ、オーガニックだとか、こう、おっしゃってましたね。今からはやっぱこういうふうにやっていかないとっていうのを、第1回のその集まりの時に、まあ、ポトンとも落としていかれて、もう次からは来なくなったっていう。あとはもう考えてくれ、みたいな感じで、若者たちが任せられたっていう感じでした。イベント名を考えるところから、まあ、オーガニックフェスタなのか、多分もうオーガニックって力説してるんで、はい、オーガニックはつけないといけない。フェスタかフェスティバルかエキスポかみたいな話が出て、最終的にオーガニックフェスタというところで落ち着きましたけど。いわゆる実行委員っていう形で動いていって、そうですね、その最初のメンバーがもう中心になって、いろんな仲間がまた集まってきて、それはもうどこでやるかとか何をしようかとか誰を呼ぼうかっていうことも含めていろいろとやっていかれたと思うんですけど、そうですね、もう全く、はい、経験がないのでみんな手探りで1回目やってもう恐る恐るでしたね。初回はもう本当に人が来るかどうか分かんなかったですから、まあ、はい、そういう中で開催して、最初は1日だけ、日曜日だけだったんですね。今は2日間やってますけども、日曜日1日だけということで、やったらまあびっくりするぐらい人が来て、当時でもう1万人ぐらいの方が来たんじゃないかと思うんですけども、まあ、出展者もまあ共鳴する方々も多くて、そうね、はい、乗ってきてくれましたよね、うん、それも大きかったかなと思いますけども、ただ単にその農産物売ってるとかだけではないんですよね。そうですね、加工品を売ったりとか、まあ、オーガニック絡みのいろんな出店がありますんで、まあ、農家プラス有機農業関連の加工品だったり天然酵母のパン屋さんとか、まあ、有機野菜を使って、ご飯を出すお店も、県内外からこう集まってきて、各地から本当に出店者が
集まってくれるようなイベントになってきましたね。エコ的なお店も多かったね。そうですね、うんうん、環境のことをしっかりやってくれるようなメーカーとかお店も多かったです。これは良かったぞっていうことで続いている何かものっていうのはあるんですか？そうですね、やっぱりこの竹遊具はもう最初から象徴的な存在で、大きな竹をみんなで切り出してきて会場で組み立てて、ブランコに巨大ブランコを作ったり、トラクターが来るようになって、トラクターアドベンチャーといって会場をぐるぐるトラクターに子どもたち乗せて回るんですけど、こういう企画ももう大人気で、フェスタとしてはもう一番、稼ぎ頭みたいにこう、なってましたね。はい、この辺がやっぱり特徴ですね。まあ、基本的に初期の頃はその思い切った、アプローチをしたかったんですね。あの有機農業のイベントだったりとかお祭りだったりすると、うん、やはりありがちな表現になってしまうんですけど、うん、まあ、それを少し変えたいなと思ってました、うん、こう続いてる、まあ、本当極端に言うと少しずつ拡大してる感じがするのは、うん、やはりあの若い有機農家の人たちの情熱ですね、うん、僕外から見た時に感じるのはやはりそのなんていうかなチームワークだったりとか情熱っていうのがすごいなと思って、だからあの引っ張っていってる人たちがやっぱり現場 の有機農家の方たちっていうのがすごく特徴的だなと。それがまあ2代目3代目いない、3代目は出始めましたね、というもう初代の方たちの苦労から2代目の若い人たちが新しいアプローチで、まあ、有機農業を広めようという、本当にちょうどいい端境期というか、まあ、その頃だったもんね、ちょうどね。そうですね、はい、若手が出始めた時でしたよね。それを感じるんです、情熱を。それが一つと、もう一つあの1回目のオーガニックフェスタの時に僕まあブラブラしてた取材してたんですけど、その時にあの高校生の男の子が2人歩いてきてて、で1人の男の子がその自分の相手にオーガニックって知ってるって聞いてたんですよ。僕それを聞いた時に、あ、このイベント成功するなと。ああいう若い高校生とか子たちがオーガニックっていうのにまあ興味を持つことだったので、あ、そうか、この子たちってオーガニック知らなかったんだなと思ったんです、うん、僕たちはもう当たり前のように知ってるけど、あ、こういう子たちもオーガニック知らないし、うん、ということはこのイベントに来て初めて知るんだなと、うん、だからまあそのイベントの意義もしくは目的というのが、うん、あの単になんかみんなが集まって販売だけじゃなくて、そのオーガニックっていうのを広めるっていう面では成功だったなと思いました、うん、今後こうしていきたいとか、片平さんからこうバトンを受け継いだように、この先もこういったものを受け継いでいきたい、次につなげていきたいっていう思いみたいなものってありますか？そうですね、まあ命の祭りがもう何十回とずっと続いてきましたので、私の本当に小さな小学校の時からずっと 毎年参加してたような祭り で、今度またオーガニックフェスタっていうのが命の祭りもありながら新たな大きな祭りとして立ち上がって、そこにもう自分の子供たちが遊びに来てますんで、もう一巡りしたんだなという感じでいますけども、やっぱり次じゃあこの子たちの世代にどういうものを残していくかっていうのもそろそろ考え始める時期ですし、まあ、オーガニックフェスタということだけではなくて、この父たちの世代がこの先代の方たちが築いてきたこの有機農業の大きな基盤をしっかり受け取って、今度は次どういう形で次につなげていくかを、まあ大きな枠組みでしっかりこう考えていくのが私たちの2代目の役割かなと思ってますんで、片平さんがパッとあの渡したような形で私も構想だけはしっかり作っていきながら、ある時にしっかり次の代に渡せるように、その準備はしていこうかなと、思ってます。はい。
上手なまとめ方でした。大沢さん、そしたらですね、いろいろとお話を紹介していただいて、いろんな方々からお聞きしてきましたが、それをもとにですね、最後にその今後の鹿児島有機生産組合さんの展望、まあ、もちろんオーガニックフェスタもそうですけれども、展望とかそういうことをちょっとお聞きしたいんですけれども、どのように今考えられていますか。うんうん、そうですね、その我々が30数年前にその有機農業ということで、まあ、始めたわけだけど、その当時っていうのは、有機農業でそんな農薬や化学肥料を使わんで野菜ができるはずはないという声でも圧倒的でしたよね。そんな夢みたいな話をとか、バカみたいな話をとか、こういうふうに言われてたんだけど、まあ、それはそれで、やってみれば結果分かることだからというので、そういう、まあ、声は聞き流しつつやってきたわけだけど、だけどその時その頃我々が思ってたのは、その別に有機農業ってそう特別なことでなくって、これが普通の、まあ、農業とか、普通のみんなの生き方、暮らし方っていうのにこうなっていくだろうな、まあ、有機農業っていう言葉自体も先々はこう消えていくんじゃないかなと思って、そういうところを目指して我々は今何をしたらいいのかということでこうやってきた感じがするんですね。それで、その頃具体的な目標として掲げたのが、まあ県内どこに行っても有機農業をやってる仲間がいる、友達がいて、こうお互い助け合うとか協力し合うことができる、輸入が途絶えても何があっても、災害があってもすぐ周りからみんな駆けつけていけるような、そういうこう共同体っていうか協力体制みたいなのをこう作れたらいいよねっていうのを目標にしてきたんですね。それで今、県内160件と言いましたけれども、まあ今まさに、どの町に行っても我々の仲間がいるという状態ですかね。そういうふうなところに来たんで、誰でも有機農業をやりたい人はできる、どこに行っても有機農産物が手に入る社会仕組み、それをどうするかで、誰でも自由に、手に入るって言った時に、まあお店はね一つの手法だったわけで、誰でも買いんでないと買えない。そしてここ数年はそのネット通販というのがありましたよね。あ、これこの仕組みを利用したら、まあ、県内どこにいてもみんな入手できるじゃないかというので、ネット事業部も立ち上げて、今大根一本から注文ができるような仕組みを作ったんですね。これでまず、誰でも有機農産物が手に入れられるっていう仕組みもできた。今までこういろんな方々に、それこそ鹿児島有機生産組合の中の方々に聞くと、やっぱり加工品やったりとか海外のに輸出したりとかって聞くとすごいグローバルで、いろいろお話を聞いた中で僕なりに感じたことは、やっぱり大和田さんはその生産者でありながら、生産者というよりはサービス業としてどういうものが求められてるの、何が欲しいの、ちゃんと反応してそれを僕らは叶えるよっていうような形でずっとそれを業としてされてきたんじゃないかなとは思っていて、例えばその、生産者がちょっと余っちゃうと、これはどうにかしなきゃいけない、じゃあそれをどうにか外で売って生産者がちゃんとやれるようにしよう、時々で、まあ、いろんな課題っていうのがこう出てきますよね、それをどうするかって言った時に、私が考えて、ああじゃあお店がいいとか、いやフェスタがいいというふうに思いつくわけじゃないんです、で、お店やりたい、有機野菜を売りたいっ
ていう人が訪ねてきたら、あなた売る気があったら売ってよ、お店作ってよ、協力するから、うん、フェスタやりたい、こういう形でやったら面白いんじゃないかと、多いね、ぜひやってよって、俺も協力するからという感じで、その時々に必要なっていうか、やりたい人が手を挙げてくる、その人と一緒になって、うん、面白いから一緒にやろうっていう風な感じで広がってきてるんで、まあ私はお店のことなんか全然詳しくもないし、お店に立ったこともあんまりないんだけど、うん、とかネット通販と言われてもネットのことなんかほとんどよくわからないしでもやりたい人がいるからやってっていう感じでですね、そういうなんていうかな、みんながこういろいろ動き回れるように自由にこう、活動できるように、それを基盤を環境を整えていくっていうか、それがまあ俺の仕事かなと思ってこの間やってきてるんで、はい、なるほど、自然に生かされて人に生かされて人を生かしたいっていう気持ちが強いかなとすごく、はい、感じました、はい、今回は本当にいろいろと長い時間いろんな方も紹介していただいてありがとうございました、どうもありがとうございました。